大好き松山幸せ言葉塾。2016年10月14日この日、愛媛松山を訪れたのはアメリカサクラメント市副市長を団長とするサクラメント代表団一行。今日この松山に訪れて心境はいかがですか？ We are excited about celebrating this sister city relationship that has lasted for 35 years. スタッフに気さくに飴をプレゼントしてくれた副市長。ありがとう。Hello, 松山。海を越えた35年の絆、松山サクラメント姉妹都市提携35周年。1981年松山市がサクラメント市と提携を結んだ理由は、市民主体の交流を円滑に進めるため、政治的に安定した都市であること、言葉が英語圏であること、さらに両市の市歌が椿であるなど、松山市とサクラメント市は姉妹都市として35年間交流を深めてきました。その記念の年を迎えた2016年、野志市長とサクラメント市副市長による記念植樹が行われました。違う国同士なんですけども、椿というものをきっかけにして35年前に結ばれて、で先人先輩たちのおかげでこう定期的に交流がこう積み重なっているっていうのは本当にありがたいなと思いますね。35年の節目の年、グラントユニオンハイスクールの生徒たちが訪れたのは、10年前に姉妹校として提携を結んだ松山商業高等学校。今回来日したのはマーチングドラム部、ドラムラインの部員たち。ドラムラインの演奏を聞いてどうだった？やばかったです音の迫力がすごい、ノリのいい感じで聞いてて楽しかったです翌日には両校がコラボした演奏を披露するそうです。どうです、この真剣な表情。この日、大街道で開催されたみんなの生活展にはサクラメント市を紹介する特設ブースが設置され、コラボ演奏も披露されました。今日はサクラメント市グラントユニオンハイスクールドラムラインの皆さんと音楽を通して交流したいと思います。演奏を終え、グラントユニオンハイスクールの生徒たちが向かったのは午後島ありがとう。また会いましょう。言葉を超えた笑顔の交流。この先50年、100年と両氏の絆は深まることでしょう。